どうも、ゆうすけです。ちょっと今日も NGK の合間でちょっとほんまに何も言わずに、どうしてん、あ、ちょっと YouTube を、すいません、一瞬黒田さんが映りました。ちょっと何も言わずにちょっと楽屋行きます、入ります。やってる、何してた今、お前もドッキリもうやってるやってるこれやから、なんか待って、なんかしてた、俺これやからゆうすけにやでやねお前、お前何してんだよ、ゆうすけこれやるやお前何してた今なんか、まあ、これは怖っ、何ゆうすけこれやられたの、変わんねえいや、ドッキリではないね、ドッキリにしては薄すぎんね、ま、いきなり入っただけやね、楽屋、ま、何もしてないね、ま、お前ドッキリ、またバズるやつやんけバズらへんねん、前回に見たぞ俺、4.2 ぐらいやった、またバズるやんけ、どこがバズんねん、どうすんねん、お前あの一緒やね、前回と、お前何しんなお前、これだけ味しめんなって、味しめてへんねん、一回バズったかって、視聴者さんそんなバレるて、バズってないねん、ほんで味もしめてない、何もメッセンジャーさんといいじゃん行くか、一瞬映ったわ、ちょっとだけクロワさんがちょっとお前ドッキリでもないね、ただただいきなり楽屋入っただけや、お前ドッキリのあれが、あれドッキリ言うてんの、お前サブちゃん作らな、こういうな、もうでサブでいけへんねん、こんなん、あの前回とほぼ一緒やねん、ほんで楽屋も一緒やねん9号楽屋で、なんやったら全連続で撮ってると思われるこれは別日っていうのをちょっと証明したよ、ちょっと別日ね、これね、いつかやからこれ別日やから、あの前回と全く一緒やけど、ドッキリちゃうねん、お前どこがドッキリやねん、これの、お前もうこれやねん、なんかしてたな、これだけはして、これゆっくりできへんって楽屋だよあの別にな、お前なんかな、俺なんかな、そうなんか仕掛け、爆破とかの仕掛けがあるわけじゃないねん、それこれドッキリって言うな、ゆうすけ聞いてくれ、何もただ入っただけや、楽屋ってゆっくりすくとかやねん、ほんでこれこんなシリーズ化するようなことちゃうの、これ第2弾でなんか同じようなやつやほぼほぼ一緒やねん、せめて楽屋は違う時にやらんと、これは絵代わりが、やっほらどうすんねん、ほらお前癖なってるって癖なってないねん、なんかドッキリ気にしてば言うてへんけど、ほんまに俺これマジで言ってんぜいやこれじゃあまあだからマジで言ってって俺、いやドッキリちゃうねんって、あれどこが半分マジで入っただけや、俺がそれみたいな感じだけど半分マジでこれほんまドッキリもうやめてくれマジで、ゆっくりできへんねん楽屋聞いてくれ、薄いねん俺楽屋にドッキリ俺これ半分マジで言ってる、これほんとに言いたいんだけど俺半分マジで言ってる、楽屋ゆっくりしたいねん、マジでドッキリしてこれ誰に言われてんねん、誰も言われてへんわこんなこと、こんなこと誰にも言われてるか、これお前のせいちゃうと思うね、誰に言われてるか、誰もおらんねん裏に、こんなにおるか、言うわ俺これ言われたら薄ないですかって、俺入るだけで、だからもうこれドッキリちゃうから、別にええねんそんな、俺ゆっくりしたいねん、だゆっくりせえよ、何も俺なんかお茶がな辛かったとかそんなんがドッキリやねん、なんかしてたかお前のこの麦茶、お前その飲んでる麦茶の一緒やろ、疑心暗鬼になるって、どこがやんねんお前、ゆっくり出てやん、なんなんこいつのドッキリの定義、いやーお前すげえずれてきてるで、ほん
まどこがドッキリやねん。これやりだしたらほんまにちょっとマジでちょっとこれ半分マジで撮ってほしいんけど、これもでマジとか、いや薄いってドッキリやったらこれが。何言ってんねんお前。くす楽屋ぐらい、あ楽屋。俺もお前と楽屋別にしてもらおう。言ってほしいのに。俺無知。あれマジで俺ゆっくりできへんって、お前が前から。だからドッキリちゃうねん。どこがドッキリやろ。俺、ただただ入ってきただけやねん。なんやねん、お前。で、NTK で誰もおらんと楽屋コンビで別に、師匠も別にしてる人。俺、言うわ、マジで。もう噂流れるぞ、あんなんや、あの子らって別にしてくれって言ってるけど。お前ちょっと。だからな、ゆっくりせえや。何もしてへんねん。できへんって、そんなドッキリ仕掛けられたら頭痛くなきゃドッキリすんねん、お前。お前、そういう感じちゃうろお前、ドッキリで笑いとか取ろうとするんかってマジで、お前、もっとさ、もっとドセッと、お前見てもらえ、見てもらえ、見てもらえ、こんなの YouTube やんけこんなの、お前、ただの人気 YouTuber やんけYouTuber でもないわ、こんなんしてるか、YouTuber 大人気 YouTuber やんけ、お前、どこがやんコンビ同士でドッキリかけやがって誰もやってんわ、こんなこんなな、こんなもん、みんなまりもんとやんけどこがやねん、こんなん誰もやるか、こんな薄い企画もうちょっと詰めましょう言うわ、やる前に入っていくだけですかって、それ大丈夫ですかって、なんか落ちてくるとか、なんか怖いやつとかやりましょうとか言うよ、ドッキリちゃうねん、だからお前それドッキリ言うな、これどこが YouTuber やねん、こんなん YouTuber やんけ、何やねんこいつ、どこが YouTuber やねん、こいつむちゃくちゃアホやで、聞いてくれもう二度とすねこれ第三弾もうないからだからドッキリちゃうねん、俺ゆっくりして、ただそれだ、ゆっくりせえ、別にええねん、それとそれ別にゆっくりしてたらええねん、ただただ俺入っただけやから普通に、だからこれドッキリって言うな、こんなもんさ、コンビニドッキリしやった、ドッキリちゃうねん、ユーチューバーやんけどこがええねん、こいつあかん、こいつあかんわ、ちょっと僕今ちょっと喋れたら出てってくれも、いや何で出てってくれって、お前がなんかお前が過剰に反応してるだけやねん、喧嘩なるって、でお前が過剰に反応してるだけやねん、俺が出ていくか、どこがあれやねん、これな、俺ちょっと一個もう一回映しとくわ、ね、あのほんまにね、この間と同じ日だと思われるのがすごい嫌やね全くしてから、この間も9月の末でした、今日は10月の5日やから全く一緒やから、日本撮りちゃうよ、別日に撮ってるから、ちょっともうこうやらへんけど、なんかあの変なあれやめてくれ、ドッキリしちゃう、なめんな、俺ドッキリやるときもっと壮大にやるから、いやこんなもん休まない、いや休むよ、ちょっとね、またまた別のやつやりますわ、これはちょっと俺も信頼やわ、こんなもん人気 YouTuber やねん、どこがやねん、誰がやってんの、この薄いの、誰もやってんぞ一旦切ります、一旦切るって何やねん一旦切るって何やねん、もう切る、もう情けない、これ電話してんのか、一旦切るなんかこうやったら俺の肩にお前が乗ってるって俺の肩にお前が、これバズるんじゃん、これバズるかも、お前の肩に乗るし、俺の肩にお前が乗るって俺の肩に乗ってるみたい、ほらちょっとね、またこれやります、このシリーズ俺の方に相方乗らせて、シリーズは方やります